味付け海苔みたいなん折ってるやん。どうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、チャージャーを使いたくなったからチャージャーの動画を撮ろうというめちゃくちゃシンプルなね動画回でございます。それで3種類のねチャージャーを使っていきたいと思います。まず1つ目はスクイックリンアルファとコノキア構成で頑張っていくんですけれども、皆さんスティック操作の強さを僕は全力でね全面に押し出したチャージャー動画にしたいんですよ。ただ当たるかは知らんけど、頑張りマッチョ。ではではコンプトラックでね、気合い入れて頑張っていきたいんですけれども、当たるかめっちゃ不安。まあね、ちゃんと当たってくれたらいいんですけれどもね。じゃあ当たってくださいのね、お願いナイスをね、押していきたいと思います。さあ頑張っていきましょうか。もうチャージャーがさ、やっぱりもうええよと。チャージャーめっちゃ楽しいでと。スティック操作のチャージャー舐めんなよ、マジマンジっていうところを見せたいんで、それ見せれたらいいんですけども、見せられへんかったらもうインクアーマーとポイントセンサーでごまかしておきますね。それぐらいがちょうどいいでしょう。オッケー、でも皆さんありがとうございます。タラバガニを手に入れた今日の晩ご飯はカニ鍋やで、いうことで、豪華ですね。まあそんな感じ。あ、これも多分届きますよ。A もおじいちゃんすぎたけど、いけた。来てる来てる、んーてーん、おー、ちょっと待って、おー、なんか止まってくれた。え、なんかラッキーな、ラッキーな、ラッキーな、ラッキー、ちょっと待って、なんやこれ。あの線いくなかったかな。で僕はエイもおじいちゃんやったし、お互いがなんかお互いですっごいなんかいい試合でしたね。ナイスナイスバトルでした。でイキンクアーマーついてるしさ、タラバガニの人ちょっと射程長いからしっかり集中して、はい集中、はい集中、はい神経集中、これマニューステップ、おやばあの隙間行く、なんかおる、ちょっと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 なんかおる、危ない危ない危ない、ちょっと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 、ごめん、危ないわ。セルフすれ違い数値みたいになってましたね。もう絶対デスする思った。生きててよかったですと。これ下にもおんねん、そして見えてるマニューの人な。あ、やったナイス。あ、なんかでも半チャージ半チャンラーメンぐらいで倒せた今のな。勝ててよかったです。あ、待て、これもしかして今日の晩ご飯はカニですって言わなくなっちゃう。これポイントセンサープレゼントしとこう。でいい具合になんかボムが輸入されてきとるんや。ここおるで、ここをインカーマーつけてごまかしとこう。ナイスやな。味方の人めちゃくちゃうまいぞ。これを勝とうぜ。おい、なちょっと待って、マジか今の、たまたまや。今竹感覚で倒したで、スクイックに使ってんのに今の感覚、キルの感覚竹 100%。 あ、これいけるぞこれ。あ、ちょっとちょっとちょっと、エイムおじいちゃんやんけ。シンプルにエイムイズおじいちゃんや。 This is a pen みたいな感じ、エイムイズおじいちゃんみたいな、まあそんな感じ。そんな感じやね。いいこと、おい、いいね、マルチミサイル、いいよいいよ、そこでそこでしてして、んーてんよっしゃよし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 、行くぞや。当たった当たった当たった。あ、いい感じですやん。皆さん、チャージャーもいいし、スクイックリンも全然戦えるし、そしてスティックでも全然いけるっていうの分かってたでしょ、ほんま。スティックインフィニティやから、もうあと1キルしちゃうわ。もう1キル狙っちゃう。もうインカーマーが何なんだろう。あ、タイミングちょっとずれてんな。しっかりタイミングね。あ、インカーマー勝った。ナイスと。あ、オッケーオッケー、ちょっとタイミングが今早いんで、もうちょっと落ち着かしてタイミングを見計らって使えば間違いなく当たるぞ。落ち着いてとんね。はい、オッケー、こういう感じですね。よしよし、調整していけ。エイムなんてものはもう試合中に微調整していけばいいんですよ。それがスプラトゥーンや、こういうことや。よっしゃいいですね。なんとか試合中にエイムがちょっと調整できたかな。まあこんな感じですよ。スクイックリンおもろいでしょ、チャージャー面白いでしょ、スティック面白いでしょ、マジってやってるんでしょ皆さん。左手と右手合わせてマジって。さあ次はスプラスコープとこのギア構成でしっかりと頑張っていきたいと思います。じゃあスメッシュワールドで引き続きねしっかり射抜いていきたいと思います。スコープはさ、スティックスコープのポイントはキュインクーなんですよ。そのカキークーでね、うまいことタイミングがあったらもう無敵やから。そのカキクケコアタックをね、僕はマスターしていきたいと思います。さあ、ジムイナイス、行きましょうか。カキクエやね、ほんまに。カキクエはカキクエ、クエクエ、カキクケコみたいなさ、早口言葉ありますやん。そういうノリですやん。そんなん初めて聞いたけど。まあ、とりあえずノリで頑張れってことですね。もうリターンスとか気づいてないんで、多分言い抜けると思うんですが、あ、ちょっと待って、スクイックリンじゃない。なんだ、スプリンクラー。それ潰すのだけは世界一や言おうと思って、スプリンクラー打とう思ったらもうほんまに敵の人全員倒してんじゃん、味方の人。ナイスじゃん。
半端ないですよ。そんなんもう僕の出る幕はないですね。もう柿食うとか言う意味ないよこれ。柿食えば、あ、スプリンクラーナイスね、スプリンクラーやったら僕でも当たるんですから。これほんまに僕何もせんでいいんちゃん、これほんまに。ちょっとマカンコーサッポーとかでちょっとアピールしとこうか。僕もおるよって、チャップもおんねんでって、あ、チャップもいますけどって、あ、チャップもいます、チャップもあ、これ来た来た来た、やっと来てくれましたやん。それを待ってたん、それをしっかりタイミングを合わせてしっかりな。お、ちょ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 エイフおじいちゃんの間にあれやんか、吸盤ボムじゃない、クイックボムで飲み込まれた親方、空からクイックボーマーってやつですね。また噛んでしまいましてね、もうナイスばっかり押しときましょうさあ気合い入れていきましょうか。しっかりね、クーネクーネカキクーってカキクナイスこういうことですやん。でそこ折れますやん、そこもしっかりしっかり見るよ。でもあの人の方が射程長いからもうほんまに。でもこの距離やったら僕も負けへんで。あー無理やな、どこみんなあ、ちょっと待って、帰ってしっかりそっから来る、オッケーナイスありがとうまあこういうことですやん、ほんまシンプルに。こっちおんで、あ、こっちから来るんじゃない、大丈夫、あ、ほらほらいますやん、うーん、ありがとうって、うん、ありがとうマスですって、うん、あそこにおるわ、ありがとうマスです。ちょっと待って、どっから、あ、もういろんなところから、いろんなところ、よりどり緑でデス緑チャージャーショーが怖いんですが、あそこそこ、はい、オッケーナイスいいですね、ほら、カキクーができてる、カキクー、はい、カキクーナイスいい感じ、カキクー完璧にビート刻んでるわ、これは絶好調ですね、カキクーやん。ね、そのカキクケコラッシュが決まってるから、ほんま、ナイス押させてくださいよ。あ、スプリンクラー見きました、これは、あ調子に乗るな何がスプリンクラーを見つけましたよ、チャップ今のはどう見てもダサいで味方の人に怒られても仕方がないやつですね。あ、ちょっと下におるな、下に、あ、うまい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 、めっちゃ美味しい今のコンペイトーボム一発で虫歯なったわバイキンマン、いいことあるけど待って、調子乗りすぎてんねん。ちょ、チャップもう一回集中し直そう、集中な、しっかりね、しっかりね、オッケーオッケーオッケー、しっかり集中していこうぜ。もう集中することに意味があるからな、当たんねん当たんねん、自分信じて集中して当たらんわけじゃない、そういう男やチャップはな、しっかり狙ってドッカーン。あれ当たってないで当たってないで大事なことなんで2回言わせていただきましたけれども、まあ、あの非常に楽しかったですね。で傘の人が回線落ち売買金してたのも僕分かってたんですよ。あーっていう人がもうあーっていうことでしたけど、よう当たった。では最後は竹とこのギア構成でパシュパシュぶっ放して終わりにしましょう。では最後もしっかりと射抜いて、しっかりと塗って、しっかりとキルを取って、しっかり勝利を掴んでいきましょう。まあ当たるか分からんけどな、もう安定のそんな自分にナイスしていきましょうか。ただですね、僕竹にもういつも通りなんですけども、メイン性のアップをねモリモリに積んできたからさ、ギリ近くが取れるんですよね。敵の人が 0.1% でもダメージ受けてくれたらもうそのままもう溺れてキル取れるんで、それを狙ってきたわけなんですよ。いいとこでマルチミサイル来たなこれ来てんの、あ、そこに隠れてる、そこに隠れてるやん。ちょっと今当たってたんちゃう、ワンチャン当たる、当たってる当たってる、当たってはない、マルチミサイルでごまかせで距離詰めてきたら倒しましょう。傘のその復帰能力がうわすごい硬いハッチポッチステーションならのカチコッチステーションやったな。あ、見てください、スプリンクラー潰すんはもうプロやからねあそこにいますね、これこうシュッてうまいこと入って、あ、これいけるいける、それいけるぞ、いやじゃないです、ありがとうございます。そう、こういうリズムね、こういうリズムでしっかりこう、こういうリズムで、もうギリ近くの 99.9% があるから 99.9% で一発で倒せんでもね、パパパパーってね、もう数打ってね、ごまかせば竹はもう強いからそれをしっかり狙っていきましょうか。でバルンバルンバでなおかつ逃げれますからね、あ、いけるいける、一発当たってないな、惜しいねんな、あと一発やねんな、正直正直あと一発やね、正直なところマニューステップで出てくるんちゃうか、あ、そうやな、やっぱりな、ナイスありがとうございます。でマルチミサイルプレゼントしてイングアマありがとうございます、感謝 A23 でシューって入っていくでしょ、でシューって入っていってピューンってやって、シューってやってピューンってやってペンってやって、うーんってやってペンってとパンってやって、ポンってパンってねポンってねいやペンタのポンタンポンとか言うてたらテストしたやんでも強いでしょ今の、ほんまにあれやで、メイン性能済みのさ、めちゃくちゃいいとこ出ました、ギリ近くね、これをね狙っていけばほんまにほんと強いんですよ、それ狙っていきましょう。これもう知ってるからえぐいほど硬いって、僕もうさっき学んで、ほんまになんじゃこの方はって思いましたもん。さあ潰して潰して、あ、うお、すごいすごいジャンプ力だ、すごいすごいジャンプ力だね、すごいすごいジャンプ力だ、これはすごい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 、どこどこナイス
コ殴りですやん。タコだけにタコ殴り。今の人タコやったんかはわからん。でもすごかったですね。もうバンベロベンダンバーンってなって僕のエイムもめちゃくちゃすごかった。おじいちゃんうわーおった傘の人しかも追加されたマニューバーの人びっくりしましたやん。でもいける皆さん、こっち疑似一角やから、もう疑似の力見せていこう。この疑似を疑似ほら一発当たってんじゃん今の疑似。ほら疑似の力見せていきましょう。ジミー大西さんみたいな疑似大西さんを、こう疑似大西さんを見せていこう。はい疑似ですって、疑似疑似ですって、スプリンクル潰すのうまいですってなんか後ろ塗られてなかった。そんな疑似とか言ってやられるからね。でバルーンバルーンバも投げつつ、でそろそろマルチミサイルが溜まるんで、マルチミサイルこれいけんねんで、そこあ当たってんねん。だからもうマルチミサイルで噛んでるけどプレゼントした。ほんでバルンバルンバのでっかいバージョンもプレゼントするわ。え折れへんで、どこあそこかそこか、あ肩早いな。再生能力はフリーザやん、ナイスフリーザの尻尾並みに再生能力高かったですやん。フリーザの尻尾別に再生能力高くないどっちかといったらピッコロの腕の方が再生能力は高いですねということはありましたけれども、わちゃわちゃしながら勝たせていただきました。もうチャージャー最高でしょ、スティック操作も最強でしょ、もうとりあえずめちゃくちゃ打ってたら最強で楽しいんですよ。それぐらいがちょうどいいでしょう。オッケー、でも皆さんありがとうございます。これも多分届きますよ。ええもおじいちゃんすぎたけど、いけた、来てる、見えてる、マニューの人な。あやったナイス、これを勝とうぜ。おい、ちょっと待って、マジか今の、たまたまや。あこれいけるぞこれ、あちょっとじゃじゃじゃん、スプラトゥーン、インクはまあ硬ナイスーと、間違いなく当たると、落ち着いてとんね。はいオッケー、それがスプラトゥーンや、こういうことや。しっかりタイミングを合わせる、しっかりな。おちょちょちょ、くねくねかきくーってかきくナイス、帰ってしっかりそっから来る。オッケーナイス、ありがとう。怖いんです、あそこそこ、はいオッケーナイス、かきくー、はいかきくーナイス、いい感じかきくー。あスプリンクラー見つけました、これは。あうまい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 、めっちゃ美味しい。しっかりねしっかりね、オッケーオッケーオッケー、復帰能力がうわすごい。あこれいけるいける、それいけるぞ。いやじゃないです、ありがとうございます。マニューステップ出てくるんちゃうか。あそうやな、やっぱりな、ナイス、うん、でペンってとペンってやってポンパンってねポンってね。いやうわおっと、再生能力はフリーザやん、ナイス。